天領、越後国区引軍で発生した騒動。区引七地騒動、越後七地騒動とも言う。同地の農民たちが七流れになった田畑を取り戻そうとした七地騒動と言われる一機の一つで、享保7年4月に発布された出竜地禁止令を契機として起きたものである。竜地禁止令のお触れが区引軍の天領にまで伝えられたのは享保7年11月のことであったが、 田畑の七流れは認めないという同法令が引き起こす混乱を恐れ村役人たちはこれを百姓たちに読み聞かせなかった。しかし百姓たちは留置禁止令のお触れを独自に入手し、下鶴町村、米岡村、角川村、新屋敷村、四筒寺村、角川神殿、田中村、小木野村、野村などの村々の質を受け人たちが集まって、 座頭の演歌と医者のスケマスの二人に法令を読んでその内容を解説してもらった。二人は条文を田畑を仕入れした百姓たちに有利なように解説し、それを聞いた百姓たちは、不遊な者や町人のもとに田畑が集まり、百姓が田畑から離れることを気の毒に思った女将がご慈悲をもって元金積み崩しを仰せつけたと考えた。そして、その趣旨に沿うためとして、 七地を取り返すべく、七地の40%は禁酒に渡し、残り60%は、室を消しの方に返還するなどの4箇条の要求を掲げて、大官所に訴え出たが、受け入れられなかった。要求を拒絶された、新屋敷村の金煙門ら20名は、鶴町村、沖村の禁酒の家を襲って米などを強奪大干所側はこれに対し、質をけ人たちを集めて、 法令の内容を説明して説得に努め同時に事件の首謀者を捉えて投獄した。その一方、質室おけ人たちの代表ガイドに行って法令の解釈について当局に問いただしたり、禁止たちが集まって協議したりと様々な動きがあったが130日目に入牢者の全員を釈放したことで事件は一旦は落着した。しかし、 同8年3月15日に騒ぎは再燃し、150、河村の約3000名の農民が集い、吉岡村の一部へら数人が首謀者となって、七地奪回のための実力行使に出た。大官所の役人も、禁主たちもこの一期税を止めることはできず、隣接する高田藩に逃げ込み、役人は江戸に救援を要請し、禁主たちもこのことを幕府に訴えた。 高田藩側では、この騒動が、治療にも波及することを恐れ、このまま放置するわけにはいかないので自分たちで、取り締まりをする、胸、大官所役人と幕府に伝えた。高田藩以外の隣接諸藩からの要請もあり、幕府は、教皇九年三月十一日、首機軍の天領を、高田藩、藍津藩、長岡藩、縦林藩、柴田藩の五つの藩へと分散して、 預け地とした上で、これらの藩に、騒動の鎮圧を命じた。高田藩主の松平育てるは、加労の服部藩蔵久松十郎衛門を御用係とし、室け人の願いを聞き届けると騙して、出頭した農民の主要人物を捕獲する。他の関係諸藩も強行措置に出て、同年6月30日までに関係者全員が捕らえられた。 翌十年三月十一日に下された判決では、一米以下七人が、卓刑、獄門十一人、死罪十二人、遠藤二十人、所払い十九人、火曜十八人となり、赦免されたのは九人であった。不可刑として、決処、家財没収となった者は六十三人で、没収されたのは総国高は九十七国七と余り、土蔵一棟、馬屋十七棟、地物道一棟、 馬一頭に及んだ。判決時には、処刑の判決を受けた者のうち、半数以上がすでに牢内で死亡していた。これら処罰を受けた者たちのほとんどが、四国以下の霊災農家であったという。では国村山郡の天領で発生した、長ロ騒動も、同様に、留置禁止令の解釈をめぐって、大きな騒動に発展した。数々の問題を引き起こした、同法令は、 騒動の決着前の教法8年8月28日に廃止されている。高田藩主の松平家は鎮圧の功績が幕府に認められたとして、官方元年に松平正賢の代になって、道の区国白川藩へ転覆となった。ありがとうございます。